データ、いやちょっと役不足です、私がちょっと恐縮です、もう。どうぞどうぞ。さあ皆さん集合ですよ、お時間ある方集合です。皆さんね、土曜日のお昼過ぎね、ちょっとね息抜きにくまモンなんぞいかがでしょうか。さあどうぞいかがでしょうか。食べ物みたいになってるけどね。さあじゃあね、ご挨拶からしていきましょう。改めまして皆さんこんにちは。くどうした。ご挨拶しようとしたんだけど、どうしたのくまモン。お兄さん、うん、腹から声出てるってつらいだけでもすぐ絡まれますからね、本当気をつけてくださいね、本当。はい、じゃあね、両脇から挟み込みましょうかね。はい、さあ、うん、それでは改めまして、お兄さん、あ、どうした、ね、足広げて、足広げててね、声出すためには足は広げんとって。はい、いきますよ、手は腰。はい、じゃあポーズはこれでいいかかな。あ、バッチリ。じゃあ皆さんも一緒にご挨拶しましょうかね。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。できるじゃないですか。パチ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 、ありがとうございます、すいません、あ、逃げられた、逃げた、ハグしてあげてください、ハグしてあげてください、すいません、ありがとうございました。バッチリです。さあじゃあね、くまモンもご挨拶していきましょう。熊本サプライズ、くまモン大隊長のくまモンです。どうぞよろしくお願いします。さあ今日はですね、熊本県からですね、熊本阿蘇アイデアプロジェクトということで、こちらの会場を盛り上げにやってきました。さあくまモン、そうです、やっと日が、うん、カーンカーンとね、当たること出てきたね、うん、嬉しいね。さあ風の強い中ですけれどもね、今ね、ちょうど朝はね、観光のシーズンとなってきておりますので、そう、せっかくなのでですね、ちょっと観光についてですね、お話をしていただきたいと思います。